妻の祖父の代から70年以上地域に貢献してきた院を取り壊して一から院を建て直して昨年8月に継承会をいたしました。今回ベーシックに参加したのは去年に引き続き2年目になります。ベーシック参加ノリノリの私を横目にですね、全くもって乗り気ではなかった妻を説得することがベーシック参加への最大の山だったように思います。継承前の院はといいますと、レセプトは180から190枚、200枚に行くと今月は良かったねというようなクリニックで、月の自費額はだいたい10万円から20万円程度。新患数に関してはなんと月に1人から2人、長年通院してくださっていた患者様に支えられている医院でした。そこから継承開業して1年2ヶ月が経ちました。保険点数は約 2.5 倍、新患数は月70名、先月の医療収入は835万円と、開業2年で年間医療収入1億を、射程圏内に入れるほど成長を成し遂げたと思っています。これはあくまで結果であり、それまでの不安がなかったといえばそうではありませんでした。とにかく患者さんを増やさなくちゃいけない、自費率を上げなくちゃいけない、それだけを考えていました。自分がスタッフだったらどんな院長についていきたいのか、自分が患者さんだったらどんな医院に通いたいかを常に考え、それに近づくように考え方を変えて行動を変えるようにしました。とにかく行動をすること、これはこのベーシックに参加して一番学んだことです。やった方がいいと言われたことはとにかくやってみるというふうな気持ちで、アクセルを常にフルスロットルで走ることに決めました。行動を起こさないとそれが正解か不正解かは分かりません。そしてプラス発想、プラス言葉が周りの人と自分を成長させる、そういった考え方をこのベーシックで学びました。岩渕さんはおっしゃっていました。学びとは真似ることから始まる。私は新しいことはそんなにしていません。ここに参加されている成功している委員の取り組みをとにかく片っ端からパクりました。そして自分の委員に合うようにちょびっとだけアレンジをしました。成功している委員は何をしているのか、自分は今何をするべきなのか、その答えがこのベーシックには詰まっていると思います。